回のタイトルは、カルダノの戦略的動き、アルゼンチンとの提携が暗号通貨の採用を促進です。ぜひ最後までお付き合いください。アルゼンチンのエントレリオス州はカルダノ財団との戦略的提携を通じてブロックチェーン導入の促進に向けた画期的な一歩を踏み出しました。この戦略的提携はエントレリオス州知事のロジェリオ・フリジェリオ氏とカルダノ財団の事業開発責任者であるラファエル・フラガ氏によって署名され締結されたことが明らかにされています。カルダノとアルゼンチンの同盟の始まり。調査によるとカルダノとの関わりはリサーチ・フォートレーダーズのディレクターであるダリオ・エプスタイン氏のツイートから始まりました。そのツイートは、分散型政府に重点を置く第三世代ブロックチェーンを専門とするテクノロジー企業がアルゼンチンに拠点を構えるために政府に連絡を取ったことを示唆していました。驚いたことにカルダノの創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏はアルゼンチンの優秀な技術者を高く評価して返信しました。過去8年間アテイックスのアラン・バーブナー氏のようなアルゼンチンの開発者はカルダノの開発において非常に貴重な存在でした。アルゼンチンには業界で最も優秀な人材が揃っており、彼らと一緒に仕事ができるのは光栄です。この返答により、その企業がカルダノであるという噂が広まりました。興味深いことに、ハビエル・ミレイ大統領がホスキンソン氏の返答を再投稿した後、憶測はさらに強まりました。アルゼンチン、暗号通貨導入の余地を創出。アルゼンチンは最近、マネーロンダリング防止、AML とテロ資金対策、CFT に関する法律の改正を承認しました。また同国は、暗号通貨申告を行う個人に大幅な減税を提供する新しい法案を推進しました。興味深いことに、エルサルバドルの暗号通貨に優しい環境を作ろうとする取り組みが注目されるようになったのは、ビットコイン支持者で、エルサルバドル大統領顧問のマックス・キーザー氏にミレイ大統領がツイートした後でした。それ以前にも、エルサルバドル政府は契約の支払いや決済に、ビットコインやその他の暗号通貨を使用することを合法化していました。アルゼンチンの国家証券委員会、CNV も、ビットコインの採用と暗号通貨規制についての知見を得る計画の一環として、エルサルバドルの国家デジタル資産委員会、CNAD との協力を主導したと報じられています。エルサルバドルが選ばれたのは、2021年にビットコインを米ドルと並んで法定通貨として採用するという大胆な決断をしたためです。専門家によると、アルゼンチンはテクノロジー分野におけるこの専門知識を活用して、暗号通貨サービスの効率的な提供を確保する可能性が高いといいます。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。